ホセアンヘル・イリバル・コルタ・ハレナは、スペイン・サラウツ出身の元同国代表サッカー選手、元サッカー指導者。ポジションは GK だった。アスレティック・ビルバオ一筋でキャリアを終えた。アスレティック・ビルバオの C チームである CD ・バスコ・ニアを経て、1962年に、アスレティックのトップチームでデビューを飾る。アスレティックの一員として、1969年と1973年に、 コパデル・ヘネラリシモに優勝し、1977年には UEFA カップの決勝に進出した。1970年にはサモラ賞を受賞した。ラリーが通算では466試合に出場した。1970から71シーズンにはホームゲームでの10試合連続完封、1018分、無失点という記録を樹立し、 未だ破られていないスペイン代表には1964年にデビューして通算49試合に出場した。1966年ワールドカップでは3試合に出場した。彼は1964年欧州選手権に優勝したスペイン代表のメンバーでもあった。1975年12月5日には、レアル・ソシエダの首相、イグナシオ・コルタバリアと共に、 試合前のセンターサークルにバスクの旗、イクリニャを広げた。これはフランコの死後、公の場で最初の国旗形容だった。その後、彼はバスクの地元政治に関わるようになり、分離独立主に連合エリバタスなの創立会員だった。1980年に現役を退き、アスレティックのコーチングスタッフに加わった。1983から84シーズンには、 リザーブチームのビルバオアスレティックの監督としてチームを歴代最高順位のセグンダリビシオン2位に導いた。1986から87シーズンにはトップチームを率いた。1988年からはバスク代表で監督を務める。アスレティックビルバオスペイン個人賞。ありがとうございます。